英雄の心は英雄が知る。小牧長久手の激戦を終えた秀吉は家康と講和した。最大の脅威が去った秀吉はいよいよ天下統一に向けて本格的に動き始める。秀吉はたびたび自分の背後を脅かしてきた四国の長宗我部元親に狙いを定めた。秀吉は侵入した中国の大大名毛利家に出兵を要請。じわじわと元親に対して圧力をかけていった。天下統一の将、四国征伐。いらっしゃいませ。ありがとうございました。俺の軍略、火種は絶やさねばな。長宗我部元親は再三の降伏勧告を拒否しております。秀吉様、ご決断を。わっとる。衝突は避けられんな。天下統一に向けた戦、四国の地から始めるで。おお、高掛殿、よう参られた。この四国討伐、毛利にも頑張ってもらわねばの。お任せください。徳川の遠兵として来た。お前のそばにいると昔を思い出す。あれが秀吉の子飼いか。彼らは今後陣営の支柱になっていくだろう。だが仲が良いほど一度亀裂が入ればたやすいもの。仮に俺が敵だとしたら彼らを疑心暗鬼に陥らせるだろうな。毛利の実権は慶が握っているのか。慶の主は何をしているのだ。歴史家になる夢を叶えるためすっぱり表舞台から身を引きました。周りからご隠居なんて呼ばれて嬉しそうです。我が父ながら変わった人ですね。慶には礼を言わねばと思っていた。大返しの時追撃されれば我らは危うかった。礼には及びません。あなたは毛利家と秀吉様の橋渡しをしてくださったのですから。それにあなたが味方にいれば随分楽ができます。私は書物を枕に昼寝でもしてましょうかね。どうかしましたか。いや、似たようなセリフを吐いていたものを思い出しただけだ。
彼らの先見強い大な中央ドンジョンを出して、まずは我らとの連携回復を第一とする。では北砦と北東砦を落としましょう。進軍道を確保、先遣隊との連絡路も作れます。四国の魂を足場に刻みつけろ。反骨の調べ最初に奏でるのはお前だ。あ、私？一気に行くぜ。やればいいんでしょ。黙らせてきましたよ。誘い込み秘密裏に入れず、女が知らずに消えれば男どもは戸惑う。よい。毛利が適正のネクラマシ役を買います。なるべく早く誘い込んでください。先が決まっとらんようだね。暴走のよしみだ。派手にやられて差し上げようだ。とは言いつつ、細い目の奥は笑っちゃうね。本気でかからんと派手にやられちまうね。
た。引き付けて敵将を討ち取ったり。続けましょう。はいはいと、はいはいと。ちょっと無理した。ビジョちゃんたちも本気に応えたかった。頭も切れて腕も立つ。やはり三成のそばにはあの男が必要。やはり左近はただ者ではない。無駄口が多いのがたまに傷だが。平凡これで北西方面の男どもは混乱するはずだ。奇襲するなら今ですね。私このまま終わりたくない。なぜかしら。魂の叫びを天下人の戦見せつけちゃるわ。誰と行きますから一気に蹴りをつけるんじゃ。カイボン一気に行くぜ。爆発はいはいとする気でしょうか。とにかく止めねばなりませんね。
らせてくださいよ。秀吉さんの戦はもはや物量持ちだ。俺の軍略が入る余地はないか。四国の美味しい魚でも食べたら、ヤマトに逃げて俺も作るかね。小さき火種とて看過できん。励むとよい。はいはいと。泳いで奇襲をしてくるとはな。秀吉様は何としても守り通せ。剣で行こう。魂の叫びに応えるために。開門。その武勇、戦況を有利にしてくれるでしょう。反撃を楽しむのは見せつけたのね。次はあなたの番。死なない程度に試してやる。貴様の維持する力を。じっとかせ。軍略も腕っぷしも立つよ。
そのまま走り続けろ。兵器さん、黙らせてきましたよ。ここは引くぞ。ここは引くぞ。朝から晩まで。いつまで俺の後ろに突っ立っておいでで。すまん、釣りの邪魔かと思ってな。後ろにいるだけで十分邪魔ですよ。あんたが険しい顔で睨んでるせいで魚も寄りつかない。俺の願いを聞いてくれ。友に忠告されたのだ。俺はどう思う？時に傲慢に見えるらしい。お前のような優れた者がそばにいればそんな誤解も少なくなるだろうと。俺にあんたの子守をしろと？六は二万石、俺と同等だ。なるほど、あんたは傲慢だ。六を積めば人の心を変えると思ってらっしゃる。だが、あんたの決意は伝わりましたよ。
これからは殿と呼ばせてもらいましょう。サコ、あと一つ俺の願いも聞いてもらえますかね。今後釣りにお付き合いいただけるなら、その素敵な顔でお願いしますよ。